今週は市町村ウィーク元宮市元宮市の魅力を一週間たっぷりとお伝えしていきます。今日水曜日はソロネットでもお伝えしていきますよね斉藤さん。そうなんです。あの頃の元宮市懐かしいまずですね映像ニュース映像から紹介したいと思います。皆さん知ってましたこういう情報があります。伊豆、はいえー、さんから元宮駅のですね東口を出て最初の十字路を曲がったところに、うん、元宮デパートがあったそう。 その中に皆さんから背の上のりんご屋さんと言われていた八百屋のご夫婦がい,いらしたとか<ー>さあ背の上のりんご屋さんもいるのかどうかもういろいろ含めて探してみたら、はい、福島テレビすごいなニュースライブラリーに元宮デパートあったんですええー、あったんだ、えー、こちらからまずはご覧くださいこれがその元宮デパートでございます書いてあるね書いてあるんですよ MD って書いてある千百六十四年です えねでよく見ると小川さんどんな感じですかデパートっていうよりもスーパー <laughs> 缶詰とか魚肉ソーセージですよでどういうデパートだったのかというとこちらでございます本宮の個人店が共同で出資してできたデパートでー地元の食料品や医療品が あ、婦人腹毛とか入っていたということでへ<ー>もう昭和40年代っていうのは本当に本宮の駅前すごいにぎわいだった百貨店もあったっていうことですねすごい人ですもん、ね、はいすごい人でございますなんかこうねパワーいただけますよね、はい、さあそしてもう一つなんですが実はこの本宮の駅前、はい、今あった本宮デパートの周辺も含めてなんですが実はですね対価、えー 大火事があったんですよ<ー>これ実はこれもですねニュース映像で、えー、残っておりましたこういう大火でした白黒です、うん、これ南町浦の大火って言って相当規模の大きな大火事になってますよね、はい、で実はこの1960年代70年代っていうのは日本のあちらこちらで大火が結構あってこの本宮でも起きてしまったということなんですよね、うん、で全焼19世帯 半勝15世帯ちょうど2月だったんでやっぱり空気が乾燥して風が強そうですよねえー、あだたらおろしが吹いて火事が広がってしまったようですさあそして今日はですね三本目紹介したいと思います、はい、これすごいほのものとしたニュースです何でしょうはいこちらでございます高速道路の料金所に住み着いた生き物のニュースです生き物はいレポーターは あんまりね、これ二十七年前とか言っちゃった。二十七年前の、あの人でございました。あの人それも含めて、こちらご覧ください。やってきました。その越冬ガエルがいるというのは、<ー>なんとこちら。高速道路、本宮料金所の、事務所の中なんです。帰る。あ、はは。三人。あ、帰る。早速会いたいと思うんですけど。はあ、わ、ねはあはあはあ、かりました。で、ね、そちらに。 つまらないんですけどね。まああのこちらにいるんですよ。どうぞ一つご覧になってください。こちらにここちょうど無益バツになってますけどもね。ちょっと見にくいんですけどね。はい。これがあのあれなんです。二冬越したんです。一冬したんです。これがこれチビのサブちゃんって言うんですよ。あ、ちょっと名前もついてるんですか。名前名前ついて。五年目のイチローくん、二年目のサブちゃん。気がついたらいたというこのアマガエルたち。 二十四時間冷暖房完備のこの場所がすっかり気に入ったと見えて、悠々自適に暮らしています。リッチですね。餌は菅野所長自ら空き時間を利用して調達。<ー>庭にちゃんと餌場がありました。はい、冬の間はダンゴムシが主食です。これをね。はい、持ってくんですよ。はい、早いですよ。<あ> <laughs> <laughs> でも。 食べちゃいましたいい長い間いるんでね原一つか二つやってもらっちゃいかんと思ってねあのやろうとして、まあ、せめて犬ならお手とかねワンとかね,ね、えー、あるいはケロッと鳴くとかね <laughs> やりましたけども全然成功しませんでしたね。難しいでしょうそれはやおでんなる車のよく帰りましたねと無事お帰りくださいっていう無事帰るを願ってるということだろうと思います。ね といろいろ気になる点がたくさんありましたねなんかね、所長さんのおしゃべりがとっても楽しくってね、はい、思わず採用してしまいましたけれども、<laughs> えー、またですね、市町村ウィークでこの昔の懐かしいニュース映像、また来月もやりますので、えー、ぜひ皆さん、チェックをしていただきたいと思います。